埼玉市大宮盆栽美術館は埼玉県埼玉市北区にある世界初の公立の盆栽美術館である。旧大宮市には1923年の関東大震災で被災した東京湖石川周辺の盆栽業者が移住して形成された盆栽村があり、盆栽の町として知られていた。盆栽の魅力を発信するための観光施設として2010年に開館した。 東京都千代田区及び栃木県下津岳市に所在していた名工商会創業者高木玲二のコレクションを展示した高木盆栽美術館が所有していた盆栽、盆器、水石、浮世絵の主要な作品を展示している。当初は年間15万人から20万人の観光客が見込まれていたが初年度の65,663万人が最大で 2012年度は49,399人と、徐々に来館者数は低下している。年間経費の1億7,836万円に、対して、年間収入は1,266万円に、とどまっており、1億6,570万円の大幅な赤字となっている。2019年8月5日、アメリカ国立盆栽、盆桂園と姉妹館の提携を結んだ。 ありがとうございます。